秋広、体重110キロ目指し今年も中田翔、中日、トジストレ、巨人、秋広優斗内野手、21、が3日、中日に移籍した中田翔内野手、34、との大分合同ジストレに向けて羽田空港から出発した。阿部監督は、レフトは丸、秋広、ウレーニャラで競わせる、と話しており、目標の全試合出場には実績10分の丸らがライバル、守備ももちろん、しっかりやっていく。とした上で、巧みなバットコントロールにパワーを加えて左翼争いに臨む。めっちゃ体重落ちたんやな、やっぱウレーニャと競わされててくさ、ほんまなんで中田翔捕して出ていくよう仕向けたんや。阿部は、そんで代わりに取ってきたのがウレーニャて、阿部にバントバント言われて死ぬほど心配なんだが、中田翔にバントの練習なんていらんって言ってもらうしかないな。体重落ちまくりやな、バント練習なんてすんなよ秋広、体重えぐいくらい落ちてるやん。サンキュー翔さん、お前が必要な方翔、秋広も中日来いよ、引き取ってやるから。石川高也とか花形翔とジストレしないんかな。さすがの立浪も細川や石川にはバントさせないぞ。阿部はウレーニャのこと心の底から愛してるからな。秋広って阿部にきつく当たられてるよな、このオフ心配やわ。普通に高卒3年目で良い成績残したのにかわいそう。頼むからな、方にホームランの打ち方教えてもらってくれ。間違ってもバントの練習に時間を割かないでほしい。ご視聴ありがとうございました。